俺はケンシロウ。古来より中国に伝わる一子相伝の暗殺拳、北斗神拳の伝承者だ。早いとこ近くの村まで急ごうぜ。あ、リン、ダメだよ。残り少ない水をペルになんか飲ましちゃ。そんなこと言うもんじゃないわ。かわいそうよ。私の分の水をあげるからいいでしょ。し、甘いな。今の世の中そんなことじゃ生きていけねえぜ。こらペル、ノウサギでも探してこい。あ、バット乱暴しないで。ペルはまだ子犬よ。ペル、待って。ち、まったくアマちゃんだぜ。ケン、誰か来る。あー、助けてー。静かにしねえか。いや、話して。その子を話してもらおうか。そうはいかねえ。この子を返してもらいてえなら、ありったけの食料と水を出せ。その子を話せと言っているのだ。なに？てめえ俺様を誰だと思ってるんだ。キング様軍団のこのマークが見えねえのか。ブラッディクロス。そうよ、驚いたか。わかったらさっさと差し出せ。うまそうなこの犬はもらっとくぜ。何するの？助けて、ケン！虎の胃を狩る狐か。何？てめえぶち殺されてえのか？ああ！な、七つの傷の男。それじゃあ貴様はケンシロウか？やろう！南東政権のヌンチャク受けてみろ！終わった！ヘッド！ヌンチャクが。あーたたたたた！終わった！北斗、百裂拳！どう？てめえの拳法などかほども聞ちゃいねえぜ。計略飛行の一つ、図説をついた。お前はもう死んでいる。な、何？やだー！ばあ！やったー！ You are sure！ 愛で闇を切り裂いて。 You are sure！ 俺の闇を切り裂いて。誰も二人の安らぎ壊すこと敵はしないさ。引きつけ合う絆は離れない。二度と俺との愛を守るため、お前は旅立ち、明日を見失った。微笑み忘れた顔など見たくは
俺は悪い奴は許さない。さあ、俺の歌を歌ってくれ。そして、一緒に旅をしよう。ユリア、どこにいるんだ？俺との約束を守って、ユリア、生きていてくれ。二つの極性あり、すなわち北斗と南斗、神羅万象二極一対、男と女、陰と陽、二王像の後運、暗殺剣しかり、北斗の剣と南斗の剣あり。老師よ、どうぞ安らかにお眠りください。
なんだいこの壊れたお墓は。剣は誰を拝んでんだ。し、亡くなった剣の先生よ。北斗神拳の。北斗神拳は一撃必殺の剣法。普通の人は 30% しか力を使えないが、北斗神拳は残りの 70% も使い切る。体にある708の経絡飛行を突き、表面の破壊よりむしろ内部の破壊を極意とする。じゃーん！わあ、バットったらすっかり覚えたわね。よけん、いつまで旅を続けるつもりなんだ？剣ほどの腕がありゃ食いっぱぐれねえじゃねえか。さあ、村へ戻ろうぜ。あそこには食料もたっぷりあるし、あったかい寝床もあるぜ。俺にはやらなければならないことがある。一体どこへ行くつもりなんだ。行く先は決まってねえのかよ。バット、ケンはサザンクロスを探してるのよ。そこに行けばきっとユリアさんに会えるわ。なこと言ったって、サザンクロスなんてどこにあるのか誰も知らねえじゃないか。俺は行かねばならない。この俺の胸の七つの傷に誓って神を倒し、ユリアを救い出さねばならんのだ。だけどよ、サザンクロスは真のキングの軍団、ナント政権が支配してんだろ。剣がいくら強くたってしまいには殺されちゃうぜ。それなのにどうして行くんだよ。今日より明日。え、なんだいそれ。今日より明日。昔は辺り一面緑で溢れていた野も山も。力で支配している真の軍団を倒さねば、緑はよみがえらない、花は咲かない。君も探してくれ、サザンクロスを。そして、歌ってくれ、ユリアの歌を。